地形水辺浜海浜地形水辺海辺海岸海浜。ここに見える陸地はすべて海岸であるが、手前の砂浜だけは海浜でもある。オーストラリアはビクトリア州のウィルソンズプロモントリー国立公園にあるスクイーキービーチ。海浜とは水辺に形成された地形の一種である浜のうち海に面したものを言う。あるいはまた陸が海に接する海岸の類型の一つを指す。 自然に形成されたものを基本とはするが、実際的用法としては、人為的に造成された自然的地形をも含む。また、日本語としては、類義語と混同されることも多く、磯、珊瑚礁、干潟などを含む場合もあり、さらには、波が打ち寄せるところを意味する渚と同義で用いられることも多い。日本語で、海浜といえば、海水浴的地に利用される浜を指すと思われがちで、 あるが、そのような定義は存在しない。仮の話として、未知の島があった、もしくは、新しく島が生まれた、あるいは、人すらいない、地質時代の島のこととした場合でも、そこに形成されている海岸地形が浜でありさえすれば、それは、海浜である。日本では、行政によって、海水浴場としての整備が進み、本来の自然環境が失われている例も、多数見られる。 最高義の海浜には、浜のみならず、海辺環境全般が含まれる。磯や珊瑚礁、干潟、マングローブ林なども、その定義に含めるという通俗的要法である。また、都市部にある海浜公園も、海浜と略される場合が多々ある。レジャー関連の経済的空間や、水産業関連の経済的空間、防災上の干渉空間、 生態環境保持のための自然的空間の創出、等々、目的は様々であるが、人間の活動によって海浜が作り出される場合がある。自然によらない人工的作業によって、あるいは自然現象を計算した上での人為的作用の結果として新たに造成されるなどした海浜は、自然地形としての海浜と区別して、人工海浜、人工ビーチなどと呼ばれるのが本来ではあるが、 必ずそのように表されているというわけではない。例えば、火山列島であるハワイ諸島の本来の海浜は溶岩性の粒手てや砂からなる黒い浜であるが、観光事業の演出上の目的によって要素から白車が持ち込まれてリゾートが造成され、ワイキキビーチに代表されるハワイの海浜といえば、まわゆい白車のビーチというイメージが定着している。ありがとうございます。